ラジオ川越ワンコラカラオケ歌自慢番外編。こちらはラジオ川越です。FM 周波数 88.7MHz 川越市脇田町より送信中です。スマホアプリレディモとインターネットサイマルラジオ JCBA でも聞くことができます。10月2日土曜日お昼12時を回りました。ラジオ川越をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてクレアモールを歩いている皆さん、こんにちは。どうもワンコラカラオケ歌自慢です。今週もワンコラの中の人、誠がワンコラカラオケ歌自慢番外編としてオープニングとエンディングでご提供いただきました楽曲をご紹介していきます。どうぞよろしくお願いします。そしてご紹介するアーティストや楽曲、告知などはリアルタイムで番組ツイッターにアップしていきますので、曲を聴きながらそちらもチェックしてくださいね。それでは番組を始めましょう。この番組は堀山田カバオさんを応援しています。カバオファミリーの赤いちゃんちゃん子が似合うお年頃、コスモさんの提供でお送りいたします。それでは本日最初の曲です。6月26日のエンディングでご協力いただいたアクロスシー、メッセージに続けて曲をお聴きください。どうぞ。ワンコラカラオケ歌自慢をお聴きの皆様、こんにちは。アクロスシーボーカルのドラオです。この度は歩みをやめないをフローエアしていただけるということで本当にありがとうございます。私たちはネットを中心に活動している音楽ユニットで、私ボーカルのドラオとラップ担当のトアさん、楽曲制作担当のペルソナさんの3人で活動しております。また12月21日にはファーストアルバムトイボーイも発売予定です。このアルバムは音楽のおもちゃ箱をテーマに、いろんなアクロッシーを感じる作品になっております。12月21日にデジタルリリース、来年の2月4日に CD がリリース予定です。ぜひ手に取ってみてください。ここまでお送りしたのはアクロッシーボーカルのドラオでした。では歩みを読めないを最後までお聴きください。どうぞ。Yeah.
した僕の景色を宝物だね信じ合えたよ何度も朝君ただろう生きることをやめないことを歩みをやめないでした。続いていきましょう。5月22日のエンディングでご協力いただいた安岡正人 from 空白。以前ご紹介したときは安岡正人さんを安岡真嗣さんと間違えてご紹介してしまいました。大変申し訳ございませんでした。安岡正人 from 空白をご紹介します。埼玉県蕨市在住で現在空白という音楽ユニットで活動している安岡と申します。ジャンルと呼べるか分かりませんがインストがメインの音楽に携わっております。今回ご紹介する音源は音楽ユニットでもカバーしているソロ音源となります。季節の変わり目に降る雨をイメージした音源となり少しずつ雨が強くなっていき雨のピークが過ぎて雨が止んだ頃合い次の季節の訪れを感じるようなそんな情景をイメージした音源となっております。また自作でございますがミュージックビデオがございますので合わせてご視聴いただけると幸いです。こちらの音源は2021年の2月20日にリリースしましたソロアルバムリフレクションに収録されている曲となります。よろしければアルバムの方もご視聴いただけると幸いです。またユニットでの活動として毎回スタジオの練習の様子を YouTube にアップしております。拙い演奏ではございますが練習を重ねることによる変化を楽しんでいただけると幸いです。それではお聴きください。安岡正人 from 空白でリレイン。
安岡雅人 from 空白でリレインでした。続きまして6月12日のエンディングでご協力いただいたライトノベル短編小説的リリックワールドバンドライトノベル、2017年川越にて結成、2018年ファースト EP 優しい歩幅をリリース、またリリースレコ発を川越で行い、おかけする一等星は5月26日に出した4枚目のデジタルシングルです。一等星をテーマに自然の普遍性と人間の感情を対比にした楽曲です。つまずいて立ち止まっても月の光が優しく語りかけてくれます。現在は残念ながら活動休止中ですが、活動休止前にとって音源にしてなかった新曲ハバナイスデイも絶賛配信中です。それではお聴きください。ライトノベルで一等星。Oh.
ライトノベルで一等星でした。続いていきましょう。番組初回放送3月6日のエンディングでご協力いただいた Needless My Name、 メッセージをいただいているのでご紹介します。都内で活動中の Needless My Name です。先日ラジオ川越様に楽曲を取り上げていただいてから数ヶ月が経ちましたが、その間に全11曲を収録したファーストフルアルバムを発売しました。聴き応えのある曲だらけなので、ぜひサブスク等でご視聴ください。もちろんラジオ川越様に取り上げていただいたフィールザスカイも収録されております。まだまだ先が不安なこのご時世ですが、僕たちが愛している音楽がこの先の未来で奇跡を起こすことをニードレスマイネームは信じています。これからも共に頑張っていきましょう。長くなりましたがありがとうございました。今後ともラジオ川越様とニードレスマイネームをよろしくお願いします。それではお聴きください。ニードレスマイネームで Feel the Sky。Come on!
Needless My Name で Feel the Sky でした。以上、ご提供いただき、番組のオープニングとエンディングでオンエアした全19曲をご紹介いたしました。そして本日最後の曲です。6月19日からスポンサーコスモさんの要望で番組のオープニング曲になりました、所沢市出身のシンガー、ゴリヤマダカバオさんのエンディーブレンディー。本日は BGM としてではなくフルコーラスでお聴きください。どうぞ。森山田カバオさんでエンディーブレンディーでした。さてさて、本日もお聞きいただきありがとうございました。そして番組にご協力いただいたアーティストの皆様も本当にありがとうございました。来週は9月に通常通り番組をやっていたらご紹介する予定だった楽曲をおかけしてご紹介していきます。次回の放送は10月9日12時からになります。この後も引き続きラジオ川越でお楽しみください。それではまた来週お耳にかかりましょう。ポリでした。そしてワンコラの中の人、まことでした。ではまた。この番組はコスモさんの提供でお送りしました。